ていうのは、最初は多分ユーゴトピアでホットコーナーと 100% 覚えてるアイバランスの、その頃は全然違ってくれたと思うんですけど、挨拶したくない。まあ、年齢差は相当ありますから、僕のね、僕の先輩のギタリストの弟子だっていうことで、で、そんなライブにね、ちょくちょく来るようってよく会うようになりましてね、まあ、改めて最近仲良くさせてもらって、最近は僕はギターを教えてもらったりして。Facebook で僕の白黒写真はかなりいい。She's got a ticket to ride.
ベトナムの知らないビートルズとモンキーズとビーチボーイズの区別